こんにちは、僕はハミー。ハミーさん、今日はどんな企画をやるんですか？なんか、僕たちがバレたらすぐ動画終了っていう知名度調査的なやつですか？そうだと思うけど、これ動画にならなくない？すぐバレちゃうよ。気づかれなかったら今日帰れないっていう、じゃあルールでやります。いいけど、すぐ怒ってる。移動して、じゃあ今からここから。ここ来るまでも一人も声かけられなかったっすよ。ハミーさん、さっきの方も大役って言ってましたよ、ハミーさんのこと。終われない。場所が悪いんですかね。それは声だけで、ここお手伝いだもん。次ちょっとじゃあ移動してやってみよう。誰もいないっすよ、これ。場所見すか？見たことあるよっていう人。僕のこと見たことあるよっていう人。違うよ、子供。ちょっとさっきから出てたんだけど、会社員の方すごい多いから、ここあれかもしれない。働く人が急いで通る道だから、基本的にここで決めるから。体力の活動限界が来てるんですよね。僕より先に値を上げるな。僕のこと絶対知ってるじゃん。知ってるじゃん。知ってるじゃん。僕のこと知ってるじゃん。絶対知ってる。知らないですって、誰も。もう10年もやっぱ時が経つとやっぱみんな知らないんですよ。じゃあここに立ってるのが鬼滅の刃の竈門炭治郎だったら、もう全員竈門炭治郎だってなります。すごいな、時代って時代ってすげえな。ハミーさん、こっち行きましょうか。ハミーって言わなかった。えハミーって言わなかった。それ僕、ハミーだよね。終わったー。言ったじゃん、帰れるって。これもあれね、5秒尺にしてね。